今日も元気に地下コロニーを開発しよう。今は神経シャッフルマシンの施設にある自動化回路を解体して銅を入手しているところだぜ。うほう、銅がボロボロこぼれ落ちてきているよ。ま、全部解体したところで大した量にはならんだろうがな。ところで霊夢、新しい農作物の栽培は計画しているか？ああ、まあぼちぼち進めてるよ。その感じだとやってないな。でも今はベリーの香辛料詰めも作れるようになって食事上も改善したし。あ、それもう作れなくなったから。何？一体どういうことだってばよ。ピンチャペッパーがなくなったからだ。もともと野生のピンチャペッパーを拾って貯めてただけだしな。供給がなければいつかはなくなる。これは当然だ。ならピンチャペッパーを栽培することにしようか。で、霊夢、ピンチャペッパーを育てるには何が必要かわかっているのか？農業は私の本職だよ。さすがに知っているよ。ピンチャペッパーの育成条件は次の通り。ピンチャペッパーは汚水とリン鉱石を与えることで成長するよ。そして、周囲の大気は水素じゃないといけないみたい。あと適正温度が35から85度と高めなのが特徴だね。で、どのように栽培するんだ？大気と温度の条件を満たせるように、火星バイオームに農場を作ろうと考えているよ。一番問題なのは、汚染水の安定供給が難しいことかな。お前は何を言っている？天然ガスが枯渇した時に、ドレッコ厩舎の上に汚染水噴出口を見つけたろ。あ、そういえばそんなものもあったね。すっかり忘れていたよ。いや、開拓生活しているお前が忘れんなよ。それじゃあ汚染噴出口を掘り出していこうか。ここにちらりと見えているのが汚染噴出口の一部だぜ。噴出口を掘り起こして汚水プールを作るよ。採掘の方は時間がかかりそうだから、ピンチャペッパー農場も並行して作っていこうか。そうだね。ピンチャペッパー農場の予定地はここ。元火星バイオームの天井に水素が溜まった箇所があるから、このスペースを利用していこうと思うよ。それじゃあ水耕タイルを天井に設置していくよ。ピンチャペッパーは天井からぶら下がるように成長するから、タイルを逆向きにして上側に設置する必要があるぜ。とりあえずこんなものかな。汚水はまだないけど、先に種だけ植えておこう。それで汚水噴出口の発掘作業はどうなっているの？あとは本体を削り出すだけだ。汚水が噴き出す前に先に給水ポンプを設置してしまおう。あ、今採掘しようとしているところ、ダイヤマークが3つあるじゃん。カッチカチの黒曜石だぜ。黒曜石を掘れるマリサの出番だね。残念、私ならここで仕事中だぜ。そんなところで何をしているのさ。目的は2つ。1つはこの先にある鉄鉱石の鉱床の採掘。もう1つは自然保護区を通り抜けることだぜ。自然保護区って右の看板がある場所でしょ。そうだ。ここを通れば式がプラス6される。この効果を得たいためにわざわざここら辺の採掘をしているんだぜ。それで効果は実感できたの？効果は実感できた。が、私はこの喜びを表す手段がないので、動画的には全く映えることはないぜ。外見上の変化やリアクションがないならやる意味ないじゃん。もう、そっちはいいから噴出口を早く露出させてよ。ああ、自然保護区はいい場所なんだけどな。こうやって通り過ぎただけでウルトラソウルが湧き上がってくるぜ。片付けが済んでスイーピードッグももう必要ないから解体するぜ。結局スイーピーだと時間がかかりすぎるから、私たちが片付けたというのは秘密だよ。秘密を暴露してるじゃねえか。ところでドッグを解体したらスイーピーはどうなるんだろ？わからんが今から見ることができるぞ。お。爆発したー。ドッグがなくなると爆発だなんてどんな仕様だよ。あ、でも、通常の解体と同じようにちゃんと資源は戻ってきたみたいだな。スイーピーにはまた別の場所で頑張ってもらうとしよう。さて、ピンチャペッパーの育成と並行して、相変わらず地方進出計画は動いているぜ。神経シャッフルマシンがあったヘドロバイオームからさらに先を目指すよ。ここは塩バイオームのようだな。塩素を出す漂白石を避けながら掘り進めよう。ああ、もう上に行くのが面倒なくらい掘り進めたな。ヘドロバイオームのところには酸素があるね。汚染水からできた汚染酸素だがな。汚染水は、汚れているけど酸素になるんだよね。ああ、こういう僻地だと、汚染酸素でも呼吸ができるのはありがたいぜ。道中に全く酸素がなかったら、アトモスーツを設置する手間が出てくるからな。よし、現場に到着。さっさと掘り進めていくぜ。
かし、塩バイオームの次はヘドロバイオームで、ヘドロの次が塩バイオームと来たか。変わり映えしない光景だね。新たな発見のために、火星、寒冷、ヘドロ、塩以外のバイオームが出てきてほしいんだよな。って、なんだなんだ。新しい施設跡。それにしては綺麗すぎるしデカすぎるぜ。あ、マリサ、見て。グラディタスと書いてあるな。やはりグラディタス社の施設か。暗いけど内部は綺麗だね。マグカップもあるし生活感を感じる。誰か人がいたりしないんだろうか。いや、大気の状態が真空になっているから人はいないだろう。確かに真空じゃ無理だね。でもなんで真空なんだ。これは霊夢、宇宙が見えるぜ。おお、本当だ。ということは、ここは地表というわけだね。ああ、そうだな。ついに地上に出られる目処が立ったわけだぜ。でも、外は真空なんでしょ。そういえば、私たちは当初の予定では、この星の地表に送られるはずだったな。地表に送られていたら呼吸ができずに汚物になっていたね。転送事故のおかげで酸素のある地下にたどり着いた。これは怪我の功名と言えるな。まあ、目標の地表が見つかったことだし、これで探索の方は一旦落ち着くかな。ああ、そうだな。今は地表に出る準備が整っていない。しばらくはコロニーの開発に注力しよう。マリサが戻ってきたから汚染水噴出口の発掘を再開するよ。やれやれ、黒曜石に囲まれて掘りにくいったらあやしないな。なんとかここまで掘り進むことができたぜ。最後の岩は映画が掘削しているね。よし、これでいい。うわぁ、勢いよく吹き出した。汚水飛び散る様子、まさにメントシコーラの様相なり。さすがにそこまでの勢いはねえよ。徐々に溜まっていってるね。ちょっと待て。食中毒菌が混じってるじゃねえか。ヘドロバイオームの汚水には食中毒菌はないのに。天然の汚水に菌はないとばかり思っていたからこれは想定外。そもそも食中毒菌は私たちが用を足した後に発生する菌。つまり、ここから噴出している黄色い液体は汚し、それ以上はいけない。まあ、冷静に考えるとここの汚水は農業用水にするんだから、食中毒菌が混じっていても問題ないな。汚染酸素が広がらないように、貯水池をタイルで囲ってあげるくらいでいいよね。汚染酸素封じ込めは着々と進んでいるな。これでコロニーが汚染酸素に包まれる心配はないよ。順調なところ悪いが悲しいお知らせがあるぜ。これを見ろ。なに、さっき食中毒菌があるって騒いでた時のやつじゃん。これがどうかしたの？ここをよく見ろ。水温だね。これがどうかしたの？お前自分で言ったこと忘れてんのかよ。ピンチャペッパーが成長する温度は35から85度だろ。あ、水温はほぼ30度だから。そう、30度の汚染水をピンチャペッパーに与えると、温度が35度を下回って成長が止まるぜ。これは困った、どうすればいいんだ。あ、そうだ。液体を温める液体ヒーターっていうのがあったでしょ。あれを使って水温を上げよう。それはやめとけ。なんで？有力な情報筋によると、汚染水は冷却用の液体としても使えるようだ。なのにわざわざ温めて用途を狭めることはないと思うぜ。じゃあどうするのさ。ここは一つ、輻射型液体用パイプを使ってみようと思う。何それ？輻射型パイプは断熱パイプとは無楽の性質。つまり、パイプの中身とパイプの周囲の熱を激しく交換しながら流体を流すパイプなんだよ。ということは、冷たい液体が温かい空間を通るときに温められるってことだね。ああ、パイプの中身が熱を奪うんだよ。そして、ピンチャペッパーを栽培する場所は気温40度はある火星バイオームだ。火星バイオームを通るときに輻射パイプを使って、汚染水を温めようという算段なんだね。そういうことだ。さて、それじゃあ液体パイプを敷設していくぜ。火星バイオームに行くまでは普通のパイプを使うぜ。あまり気温の高くないコロニー内で熱交換をする意味はないからね。それに、輻射パイプは精錬金属を使うからな。うちのコロニーではまだ精錬金属は貴重品だ。だから輻射パイプも必要最小限に留める必要があるんだぜ。ここから火星バイオームだね。ああ、もう元火星バイオームという感じだがな。だが気温はまだこたつ並みに熱々だぜ。こたつに入って食べる雪見大福は美味しいですね。今はそんな話関係ないから。それじゃあここから輻射型液体用パイプを使っていくぜ。どれだけ使えば十分なんだろうな。ここから全部輻射型にすればいいんじゃない？温まりすぎて水が水蒸気になるってわけでもないし。
いや、私が心配しているのは全部腹斜型にしても汚染水が十分温まらないかもしれないということだぜ。ああ、そっちね。まっすぐ伸ばして35度にならないようなら、多少蛇行させてでもパイプの全長を稼ぎたいところだな。まあとりあえず最初は最短ルートで伸ばして、うまくいかなかったら改善すればいいでしょ。まあ、それもそうか。よし、腹斜型パイプは農場の前までにして、あとは普通の液体用パイプを水耕タイルにつなげていくか。うまく汚染水が温まるといいけどね。まあ、腹斜型パイプの使用はこれが初めてだから、どうなるか見えていないところもあるからな。うまくできたらお慰めよ。あとはいつも通り施工のお時間です。新しい農場までの道も整備しておきたいな。いつかやろうか。いつかという日は来ない日だぜ。あとはここのパイプを完成させれば、汚水溜めからピンチャペッパー農場に汚水を引くことができるよ。みんなで作業しているが、やはり悟空の建設スピードはず抜けているな。パイプラインの建設工事が完了、給水ポンプが動き出したよ。だが一番肝心なのは、火星バイオームに行った時にちゃんと汚染水が温まるかということだ。我が慧眼を持って、しかとその様子を見届けるとしよう。口穴の間違いじゃないんですかね。さて、そろそろ腹斜パイプゾーンに入るぜ。黄色く光っている箇所が腹斜パイプだね。ああ、熱交換をするから、パイプの長さが十分なら最終的には汚染水はバイオームの気温と同じになるはずだぜ。今は汚染水の温度はどれくらいになっているの？ああ、一度確認してみた方がいいな。36.7 度。ピンチャペッパーを育てるのに適切な水温になっているぜ。まだ半分も来てないのに結構温まっているんだね。まあ、この後の汚染水も順調に温まるかどうかはわからんがな。パイプの中の液体が温まるということは、周囲の熱を吸収したということ。つまり、汚染水が温まるほど、周辺の気温は低下していくということだぜ。温度レイヤーで実際に確認しよう。あ、パイプの周辺が黄色くなっているね。ああ、黄色になっている箇所は気温が30度未満になっているということだ。それならそのうち汚染水も温まらなくなるんじゃない？バイオーム内には気温を保とうとする謎の力が働いているようだし、水耕タイルへの給水が始まったら流れる水の量も少なくなるから、それで周辺気温が保たれることを期待しておくぜ。そっか？ピンチャペッパーに汚水が供給されて育ち始めたけど、この状態がずっと続いていくといいね。ここら辺に設置すればいいかな。あれ、マリサ何をしているの？ああ、カンバスを設置しているんだ。ああ、絵を描く紙か。カンバスは紙じゃなくて布なんだがな。まあいい。カンバスの作成にはリード繊維が必要なんだが、どれっこから取れたものがたくさん在庫にある。材料に余裕があるから作ってみようということだぜ。カンバスも装飾効果を上げる美術品なんだよね。ああ、醸造用ブロックと同じく、完成後に作品として仕上げていくんだぜ。そうなんだ。お、映画のやつ、早速絵画を完成させたか。で、こいつは何をしているんだ。へへへ、彫刻では今まで散々けなされてきたけど、私の美術的進化は絵画にこそあるのさ。ここで歴史に名を残すような超傑作を書き上げ、私の美術家としての地位を復権する時が来たのだ。なんだこの幼稚園児の落書きは。これはピカソのキュリズムを意識した作品であって。もういい、お前は今後二度と装飾活動を行わなくていいぜ。そんな、お許しください、ドクターヘル。誰がドクターヘルじゃ。お前は本業の方に戻れ。さっきピンチャペッパー農場を作ったばかりだから休ませて。お前一人で作ったわけじゃねえだろ。楽するな。それと、コロニーのメンバーからリクエストが来ていてな。リクエスト？ああ、主食にパンが食べたいという要望が相次いでいてな。霊夢には至急スリートイートの栽培計画を立ててもらいたい。スリートイートというと、寒冷バイオームに自生する麦だよね。おう、気温が5度を超えると成長しないから、寒冷バイオームを使ってうまく栽培するんだな。というわけでマリサに難しそうな仕事を押し付けられた私。果たして、スリートイートを無事栽培することができるのか、なんてことがどうでもいいように思えるほど深刻な事態が次回に出題するぜ。私の見せ場はどこ？というわけで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の丸いアイコンから。高評価もよろしくだぜ。